はいどうも、ふめだよです。今回ですけども、最新ピックアップガチャにラインナップされているマキマキドナルド使って遊んでいこうかなと思うんですけど、まあ、このツムのスキルなんですけど、まとめてね、複数のツムをまとめて包帯でね、こう包んでまとめることができるんですけど、これでねロングチェーンを作ることができます。ということで、チェーンミッションでねかなり、有能なツムなんですけど、今回この包帯ツムをたくさん作ってですね、どんだけチェーンできるのかっていうのをちょっと2プレイ連続、やってですね、どれだけいけるのかっていうのを遊んでいこうかなと思っております。まあ、ピックアップガチャ引いた方でチェーンミッション苦戦してる方なんかはこのツム使うといいんじゃないかなということで、はい、まあ、ちょっと真似して使ってみてください。ということで、まあ、多分70チェーンぐらいはいけると思うんですけど、どうすかね、いけるかな。まあ本当にガチガチに調整したら、あれかな。よし。とりあえず。いや、消すとこねえんだけど。やべえ、もったいないことしたな。でもさ、これさ、ありすぎ問題あるよね。ありすぎ問題ね。こうボムをさ、どっかで消したいんですけど、あと1回は作れると思うんすよね。それ以上は結構きついんじゃないかなと思うんだけど、消えちゃったよ、マジか。もう一回スキル使いたいな。いや、ワンチャンいけんじゃない。いや、いけるけど、これスキル使えるんか。よー、90いった。いや、俺もう超える自信ねえわこれ。90勝今日いったわ。いったな。いや、俺もうこれ超える自信ないわ。まあもう一回やりますけど、これいや、やべえ、今超うまくいったっすね。これもう一回スキル使えてもさ、もう包帯積むが上の方に行っちゃうから、どうなんすかね。なぞれるんか問題はやっぱあると思うんすよ。ボムは作らずに行きましょう。作らざるを得ないやつがおるな。いや、マジうぜえ、マジうぜえ。マジうぜえな。マジうぜえやん、このボム。クソ邪魔なんだけど。あ、もう一回スキル使えるけど、さっきこのもう一回作った後にもう一回作ったよね。確か。いや、でもさっき結構うまくいったんですよ。だから、やっぱ。これ79とかでしょ。やっぱさっきのすごかったんよ。90勝強。いやー、まあ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 っていう感じで、まあ90チェーンミッションがあったらこのツムクリアできるんで、まあそれでもブーとかがいればね、
まあ楽だったりするし、マイサリンもいればそれはそれで楽だったりするので、まあ、わざわざこのツム使うかっていうところはあるかもしれないけど、まあこのツムでもね、まあこんだけ90チェーンは作れますので、まあ皆さんたまにはこっちのツムで遊んでみてください。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴あざしゃー、バイ。